さんおなじみのアイアンハウスに来ております。もうあいつもゴリゴリです。準レギュラーじゃん。準レギュラーのアイアンハウスなんですけど、セカンドハウス、セカンドハウスでございます。今日はね、こちらに勝手に不法侵入いたしまして、はい、あの鍵は事前に預かっておりました、あのグミちゃんから。今日はですね、アイアンチで24時間アイアンチ侵入企画でございます。24時間です。今回は YouTuber って大変。今回はなんと24時間でね、やらせていただきたいと思います。今日はなんかどうやら予定があってね、外に出てて今いないんですけど、まあ、この後帰ってくるんで、それまで侵入してですね、まあ、うまいことこうくつろぎまして、あやのゲイさん帰ってくるぞってなった瞬間、私たち隠れます。あやのうちに隠れましてですね、今日はあやのに24時間バレないように過ごしていくという企画でございます。うん、バレたらアウト。企画バレたら、ね、即アウト。バレたらウッディになれっていう。いや無理やろ、こんなでかい。無理あるか。無理だろう。3人なんで、まあ割と隠れられるんじゃないかと思っております。そうだね、24時間目指して頑張りましょう。では侵入していきたいと思います。こっちもビビる。お前カメラ回ってないよ。カメラ回ってないよ、それ。カメラ回ってなかったよ、何もやってなかったよ。下着物色してたけど、カメラ回ってなかったよ。ただ本当に下着物色してた人で、ダメなやつだ。それはクリミスリーステミレイツアキド引き手ヤナピガー。はい、ということで侵入しました。イエイ、成功。侵入成功。無事彼氏もいなかった。あ、よかった。今日いない日だった。今日いない日だった。風評被害。しかもいないところで誰も突っ込まない。いやな。誰かしら突っ込んでほしいな。やっぱでも綺麗よな。綺麗。てかおしゃれよな。なんか統一感さ。あ、ちょっと待って。ハムスター用のカメラがあります。お、マジじゃん。マジじゃん。向けます。やばいじゃん。これ見られたら。見られたら死ぬやつ。レギン抜こう。危ないよ。声とか入ってたら。オッケー、ね、この瞬間見られてたやばいよ。帰んなきゃ。めちゃくちゃ怖いけどね。めっちゃ怖い。普通にメンバーと一緒思えないよね。怖い。いやでもね、今日はあのこの後帰ってくるんですけど、まあそれまではね、うん、くつろいでやりましょうよ。全力で普段の通りに、まるで自分の家かのように。ゆっくりしてっていいよ。ゆっくりしてっていいよ。これこそゆっくりしてっていいよ。あやのの言えないよ。気にしないでいいから。いや全然。あ、好きなもの食べていいよ。うん、うちからも。うちからも。じゃあ私からも。あんま言わない。ウェットとかも全然あげていいよ。あ、本当にありがとう。あ、やだな。やなやつです。やっほー。あ、やだ。って言ったら、何があるのでしょうか。まずハムスターを脱走させるとこからやっていきたいと思います。踏んだ時マジ怖いからやめてほしい。はい、2匹を今から放ちます。外に野生のハムスターにします。ただのネズミになるやつ。はい。お、なんかこのこういう、あ、こういう飯あるよ、見て。あ、ええー、な。ミニピーナッツクリーム。ケイラちゃん、今日はどうやって体張るの。今日なんて言ってもね、熱湯かぶれてるよ。それは別にあやのんちだからってことはないよ。あやのんちだからってことはないかも。わー、楽しみ楽しみ。あやしんちゃう。あやしんちゃう。じゃ冷蔵庫チェックしよう。冷蔵庫チェック、まあ、天然むきエビはあったかな。まあまあ共用範囲むき。おー、行くよ、お前。おい、バラすな。いけなくなったな。おい、バラ。行ってほしい。行ってほしい。私は行ってほしい。こうスッと行こうとしたの。カチコチすぎた。行けない、行けない。行けないよ。いいよ。うん、ね。解凍される方でしたっけ。あ、そうだね。解凍した。うえいや。解凍されたかな。マジで、うん、ヒートを出せや、出せや、ヒート温泉。アイス、アイスにくせや、おいくっさ、生ぐせや。えば、米、米だ。米炊けないよ、口の中で。何号食べる。まあ、いちごあればいいんじゃない。いちごあればいい。やだなこんな。お前、炊くな。おこんな、初めて見た、うち。わあ、すごいよ。おい、ほんとに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 
かもしれないね、これは。うっこ、まだ硬い、まだ硬いかも。まだ硬い、まだ硬い。ゴミ箱どこ？ゴミ箱そのグレーのやつじゃない？食べれるんじゃないの？何よ、何よかな。ネットに入ったゴミ。これはね、あ、じゃあダメなんだね、うち。これはじゃダメなんだよ。確かに、確かに、うん、これね、うちダメなんだ。お湯が沸く。あれ、明日金マス欠席になるよ。本当うち明日金マなんで。水と一緒に流しな。大事。カレーうどん食いてるな。え、カレーうどん食おうよ。あるよ。カレーうどん食いたい。お湯今捨てちゃった。おい、お前。ただ水を無駄にしただけじゃねえかよ。これと片揚げさんもあったから普通の。まだ空いてないやつ、あっちでゆっくり食おう。ちょ、鍋、鍋、鍋やる。あれ、カレーうどんは？カレーうどんも後で、後で一回ね、一回ゆっくりしよう。ハムスターずっと見てられんね。勝手に交尾させるってのはどう？あり。アリーじゃん。アリーじゃん。誰か止めろよ、うち。いいやん。勝手に交尾させて。ハムスターの交尾見たことないわ。10匹ぐらい増やす。このチャンネルの行く先が不安になってきたよ、私は。これ男女なんでしょ。倫理がゴミすぎる。興味津々。食べる、食べる。やばい、拷問だよ、拷問。食べねえのに。拷問。これがね、人間。人間との差。悟すな。これが人なんだよ。まだ帰ってこない。1時間ぐらい帰ってこない。うん、どこに隠れる？その3人の隠れ場所に。クローゼットも。クローゼットもしさ、着替えるとかなったらそこバレん。で、中で隠れ場所ないから、クローゼットでチャイ。わかんない。私、クマの中に隠れようかな。いける？無理かな。わかんない。あとからうちらがまた装飾すれば、うん、うん、あとそうではある。はい、食いなよ、さっきあったうどん。うどん食うときってさ、16度くらい。下手しいな。お前、激熱うどん食うんかよ。やめろって。寒い。何食うんだよ。寒い。キララ食べなよ。やべ、寒いからもう布団にくるまれ。私、カレーうどん食ってきていい？ちょっと待って、ここに立った。うわー、やべー、マルキューだ。そこ、布団ないやん。何がなった？サーキュレーターが16度の冷房にサーキュレーターが全開で行かせてもらいます。ちょっともう9月の半ばになって。なんで9月になってからこんな電気代高いんだろう。早くうどん作ろう。作ろう。食べる人。はーい。あー、だめ、うち我慢。嘘、本当、本当に頼む。最初マジキン。半分こ、半分こ、半分こでちょっと食うぐらい。私も一食ってほしい。じゃあ2つを3人で分けよう。あと菜箸がない。パスタだ、パスタのやつだ。え、すごい、全然掴めない。オーディス。どういう、こんな掴めないものあるんだね。リスです。調味料がさ、何の調味料か入れてみる。おいおいおい、ダメだよ、それカレー、カレーじゃないんでしょ、それ。うん、なんか、分けておいて。おい、危ないって。うわ、くっそ、なんだろう、わかんない、豚骨っぽい。くっそ、うわ、待って、ゲボっぽい。ゲボっぽい。ゲボっぽい。あ、ゲロ、ゲロっぽいって言ったの。ゲロっぱいって言われた。おかしいじゃん、多いじゃん。ゲロっぽい。え、どうする？え、ゲボっぽい。ゲロっぱいする？やだー。ゲロっぱい飲んで。やだー。助けて。なんでもありじゃん。もう、もはや。ちょっと待って、やめよう、やめよう。てか、多分、使い道ない。さすがに開けられて。麺がない、麺がなかったから。さすがに開けられて終わった。豚骨の何か。豚骨の何か。お、ええやん。はい、完成。はい、完成。白いベッドの上でカレーうどんを食うという行為は犯罪ですか？犯罪ですね。死刑か。死刑か。じゃあやめろ。なんかさ、うん、カレーうどんのさ、口物をさ、やったくない。やったな。これ食って、それ以来だわ、カレーうどん食ったの。私、いなかったわ。嘘、うん、いなかったっけ、うん、私もいなかったと思う。そんなことある？なんかちょっとしょっぱいね。お、うん。え、やばいよ。ん？クルクライ見た？見てない。アイロンがカメラ動かされてんだけど、なんかしとるって。やばい、帰ってくる。見られてる。帰ってくる。もうさ、あれやられすぎてさ、ちょっと疑うようになってきてる。帰ってくる。隠れよ。隠れよ、隠れよ。カレー、やばいやばい。早く早く早く。カレーうどんが止まらない。じゃあこれだけ食って隠れるわ。やばい、隠れないとっていいねが止まらない。止めて。うまい、うまい、うまい。ラストラスト。いいよ、隠れる場所に持ってってくっていいわ。はい、じゃあ
隠れよ、隠れよ。分かった。私、先行くよ、先行くよ。え、どう処理する？もう、鍋に置いといて朝食ったんじゃねみたいな。これ、これにしよう。これ、もう置いとこう。これ、あれ、それは記憶喪失すぎだろ。朝ごはん食った残りか、みたいなテンションで。そうしよう、そうしよう。あ、いいじゃない、もうそこ置いといて。でも、お椀3つあんのよ。あ、いいよ、これで。あ、ごめんごめん。急げ、急げ。うちはクローゼットの中にしました。服がたくさんあるのでいけます。くしゃみでそう。風呂場の中です。めっちゃ体勢きつい。なんかこうなってる、こうなってる。首がつりそう。これバレなくね。絶対髪こじった。熱い汁。てかここに24時間いるって考えたらやばくない？今日あやのんが湯船溜めないでシャワーだけだったらギリ耐え、ちゃんと蓋もつけたので。誰かいる？え？怖っ。なんでお椀が3つも置いてあるの？え？メンバー来た？怖っ。え？そんなことする？え？怖っ。ちょっと LINE してみよう。え？片付けろよ。これ絶対メンバーやろ。あら
してカエル的なドッキリかな。してみた。やばい。この家何や思ってる。ハウス。セカンドハウス。セカンドハウス。暇なの。アキラ、アキラ。私さ、腕隠されてなくて手の指。あれ？じゃあなんかそっちにいて、なんか行ったからさ、蓋閉まってたから。蓋閉まってたのが誰か。でこっち戻ってきた時に。パッて見て、これ手なの。怖っ。それは怖い。怖したいかと思ったね。ちょっと本当にもうこの家なんでこんなすぐこれがみちゃんに鍵渡すから。
もしかして一人一本持ってる。さすがにそれはない。もみちゃんが、あ、いいよ、全然ゆっくりしていきなって鍵貸してくれた。あいつもし舐めてるな。うん、実は合鍵5本作ってるんだ。マジ。ちょっとやめてくれやな。いつでも入りたい方だ。本当にさ、なんかこのカメラがさ、うん、違う、普通にさ、いつも通りチェックしようと思ったの、こいつらを、うん、切ってたもん、電源。そしたらさ、なんかオフになってますみたいな、うん、もうなんなの、怖い怖い怖い。かくれんぼしてみた。あやの鬼ね。雷すごいね。すごい怒ってるよ。空も空も怒ってるよ。不法侵入で二人で来たん。なんか音聞こえない。雷じゃないの。知らんよ。え、もしいる。あんちゃんの。え、いや、こっちから聞こえた。え、怖い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 。え、アキラと二人で来たけど。二人ですよ。え、もともと二人いたみたいな。無理やめて、怖いし。え、そういうポルターガイスト的なこと起こる前から。ちょっと待って、怖い。二人で来たよ。ねえ、うん、今日キララもなんか学校のあれで大会する。怖い。おるやん。絶対におるやん。え、あと何人いるでしょう。あと何人いるでしょうか。あと何人いるでしょう。あとゴミしかいねえ。あとはゴミちゃんだけだな。協力者。あとはゴミちゃんだけか。バレてないのは。ああ。本当にゴミちゃんだけだと思ってんの、あやの。違うだ、どれだけ。あ、どれだけ人脈あると思ってんの。今日みんなで友達5人ですよ。そんな言えるね。まさか一夜が最初バレたんで、ね、まさかだな。あの DM にあやのの住所送ってたからね。最低。あと何人出てくるか。さてえ、ガチ、え、ゴミちゃんいるんや。じゃあゴミちゃんどこかな。なんかペットボトルとメガネなくした。え、この中で。え、そう、なんか早かったな。2人がさ、隠してくれてなかったわ。え、隠してたよ。足のここの手首がさ、クマのここら辺から。もう1人いるってこと。そうだよ、そうだよ。もう1人かも限んないけど、うん、お前ら、怖いこと言わんといてくれよ。もみちゃん、じゃあエンディング撮ろうか。さあ、バレちゃったし。そういう感じ。エンディング、いや、まあそれは自分で見つけた。私たちは見つかっちゃったから、私たちは帰ろう。見つかった人から帰れるっていう感じの、うん、そうだね。エンディング撮ろうか。じゃあ、あそこにメインカメラ置いてたし。オッケー。じゃあ、まあ、あと何人いるでしょう。帰ろう。はい、ということでね、24時間耐久だったんですけど、耐久、残念ながらそれは不可能でしたね。何時間おった。結構いましたよ、うん、しかも結構寝てた、うん、寝てた。そのままに戦闘行ってない。そのままにそれした。いや、びっくりした。こっちも早く帰ってくるって。そんな早く帰ってくるのびっくりした。いや、なんちゃこいつできないから。何してくれてるの、本当に。予想外でした。この家は人のプライベートの家だよ。セカンドハウス。セカンドハウス、みんなのシェアハウス。みんな合鍵持ってるから。みんな持ってるから。まあじゃあ、あと一人見つかってないんでね、あのあの見つけてください。はい、それでは3人はね、もう帰ろうと思います。はい、面白かった今日の動画。なんでよ。あ、お前、あ、ほら怒ってる、怒ってるよ、怒ってるよ。アイロンが怒ってる。それと一緒で怒ってるよ。アイロンが怒ってるので、もう締めたいと思います。この動画の何が怒られねえと思いたいとは、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた今度の動画でお会いしましょう。バイ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 。アイロンあと一人探してね。おみちゃん隠れんのうまっ。いる。僕は救うよ。